안녕하세요. どうも、みんな、今回なんですけども、皆様に大事なご報告があります。それは、なんと、私事ではありますが、就職決まりました！ありがとうございます。てな感じで、一応就職の方が決まりましたっていうご報告ですね。で、今まで、じゃあどうしてたのっていう話になってくるかもしれないんですけども、まあ、前の動画見てもらえればわかると思うんですけども、まあ、職業訓練校に通っていて、そこから1ヶ月間ね、何してたって言われたら、就職活動してて、まあ、内定もらったりとかもしてたんだけども、実際、そこの会社じゃなくて、もっと自分の違うところに行きたいなと思って、いろいろ就職活動していて、今回ね、やっとね、やりたい仕事が決まったっていうところで、すごい嬉しく思っております。うん、すごいね。あー、すごい大変だった。と思えば大変でした。まあ、それでね、YouTube の方が若干おろそかになったりとかもしてたんだけども、まあ、これからはね、就職しながらサラリーマン YouTuber 的な感じにはなってくると思うんですけども、ちょこちょこ更新していこうと思っております。ちょこちょこつか、普通に更新していこうと思います。今まで通りで。それで、まあね、俺自身が多分ね、みんな多分違和感あると思うんですよ。僕が今までフリースばっかり着てて、こいつフリース好きなんだなって多分思われてる節っていうのはすごいあると思うんですけども、今度からはスーツを着て撮ってることとかも多分普通にあると思うんですよ。っていうのも仕事帰りにそのまま撮ったりとかっていうのもあるでしょうし、まあそれはそういうことですよっていうところで。まあどういう職種に就くんだろうっていうのはね、多分みんな疑問には思ったりすると思うんだけども、まあ多分みんなすごい世間一般的に分かりやすく言うとハローワークみたいなお仕事に仕事をご紹介させていただいたりとか、そういう感じの仕事です。あ、まあいろいろな人と出会っていろいろな人と話することによって俺のね、会話力みたいなのが上がっていくんじゃないかなと思います。今でやっぱ YouTube やってて思うんだけども、編集してて特に思う、こういう言葉が足りないとか、あれ言い忘れてたとか、全部が全部今 100% で YouTube でね伝えられてるかって言ったらね、まだ伝えられてないんですよ。うん、忘れてたりだとか、うまく言葉が出なかったりとか、そういう感じでも YouTube やっていて、まあちょっとねダメだなと思いつつ、だからこうやってね、こうやって仕事でもそういう人と話することによって、まあ、YouTube でも多分それなりにうまくなって、話がうまくなってくるんじゃないかなって思います。てな感じでね、まあ今回報告動画みたいな感じでした。で、まあ目標としては、まあ YouTube チャンネルもね、もっと人に認知されるようになっていかなきゃダメだし、もちろんね、社会人として普通の正社員で働かせていただくっていう感じなんで、まあ、そこはそこでね、頑張ってやって、まあね、成績とかっていうのもまああんまり重視はされないような感じだかもしれないけれども、やっぱね、こだわってやっていきたいなと思います。てな感じでね、まあ今回なんですけども、社会人になるというところでの目標だったりだとか、こういうことが今後 YouTube チャンネルであるかもしれないけどもとか、そういう感じのお話をさせていただくことにしました。てな感じで今回の動画終わりたいなと思います。ありがとうございました。ごめん。